かなければ、僕には使命がある。きっと今でもあの子は、この海の底で凍えて震えている。優しいあの子はきっと、それでもそこで、みんなを守り続けている。勤務だから、そう、みんながそう望んだから。この海辺の町は呪われていた。毎年祭りの頃になると、恐ろしい火の間が現れた。火の間は、町を焼いて、荒れ狂い、人々を追い立て、すべてを破壊した。だから小さな子供が、毎年祭りの頃に、生贄に捧げられた。Thank you.